言います。すいませんでしたね、ちょっと私も延長を忘れてましたしね。きっとお隣さんが来るでしょう。いや来ないですよ、大丈夫ですよ。でこうしてで、マジか、こういうことだったか。兄貴だったらね、羊運べたんですね。あ、今のいいね、今のいいね。お隣さんが延長リスしてますよって、ただどんどんしに来るよ。まあそれだったらそれでいいんですよね。ちょ、今の見ました？私は今感動しましたよ。行くよ。イエーイ。これは動物愛護団体に絶対訴えられるな、これ。まずいやつですね。まあどうやらね、今はまだ来てないみたいなんで、動物愛護団体ですよね。よし、じゃあここに乗せて、はい、ワコーということで、はい、ザイルサイルさん、いやいや、すいません、私が悪かったです、すいません。ちょっとみんな来てるじゃん。違う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 よ。ということで、グレンさんもいらっしゃいません。行きます。じゃあこっちかな、行きましょう行きましょう。なんだかんだで結構スラスラ来てますね。でこっちに降りる感じ。相棒でピンポンの音して驚いた。あ、そうなの。いや、ピンポンは鳴ってないけど、羊に当たるのは良くないと思います。そうですね、その通りです、すいません。ね、こっちいいのかな。別に当たったわけじゃないんですけどね。でもびっくりしました、久しぶりにね、延長ミスしちゃったんで。延長ありがとうございます。うん、フリーさんもいらっしゃいません。なんか音がするね。監督、これから延長用に30分タイマー置いとけば。いや、それは嫌い、嫌なんですよ。ピピピって音が鳴るの嫌なんだね。で何の音、さっきからなんかうほ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 う言ってる気がする。すいませんでした。ということで、34番さんもいらっしゃいません。なんか変な音してるね。いや、トビの音ともう一個なんか低い音でうほうほうほう言ってるんですよ、なんか音が。泣いてんのかな。でかっ、何これ、誰お前、でかっ。それジャンクマンだわ。はい、和骨ってことで、LG さんやらっていらっしゃいませ。お隣さん興奮してるの。私の声じゃないよ。あ、なんだろうこれ、なんだろうこれ。これジャンクマンさんじゃない、本当のお父さん。おジャンクマン、ジャンクマンさん、こんなの。はい、ジャンクマンです。はい。お、やっとモンスターだ。ジャンクマン抱っこして。ジムド、映画の。いや、ジャンクマンじゃないでしょ。ジムディス、あん時のエノキ。これ命の水を探してるんだけど。あ、それならあっち。それならあっち。ジェッカマン。よし、じゃあ行きましょう。ジャッカマン？何のこと言ってんだ。ジャッカマン？何のこと？猪木の水じゃないよ、命の水だよ。ちょっと弟にちょっとこれはいじらせたいね、ちょっとね。何それ、何それ。ボンバイエ、猪木ボンバイエは知ってるけど、敵じゃなかったか、わら。そうそう、敵じゃなかったみたい。飲んじゃおう。同じことしたね。いや、なん、何も、あ、お酒があるね。登れたりすんのかな。登れないか。あ、そうか、間違えちゃった、ボタン間違えちゃった。なんや、こっちだ。で、あった。いや、え、こっちかな。ベッドが3つ。ね、ベッドが2つあるね。じゃあ奥さんがいいのかな。ダメだ、2人の力でもこの巨人の家は開かないみたいね。どうすりゃいいんだろう。ちょ待てよ。じゃあやっぱし頼るしかないよね。
おい巨人さん、ちょっと助けてよ。ベッド見たら眠くなってきた。え、ちょっと助けて。巨人さんですか。嘘。はい、ない。嘘。巨人の夜は騒がしそうだね。どうなったない。静かに。嘘。嘘。わらわら。すごい。監督音量注意。こんなエレベーターないよね。ベッドりしてる。よし、じゃあ行こう。大丈夫大丈夫。へい、ない。オッケー。ないよ。ちょ、近いでしょ。いや、いい人だった。お、上がってきてる上がってきてる。なんで来たなんで来た。でかっ。え、何してんのこれ。あれ、何これ。あ、こういうことね。じゃあこうやっていくのかな。じゃあ俺も頼むぜってこと。あ、すごいね。いいじゃんいいじゃんね。え、見た目は違えどね、親を思う気持ちは一緒ってことですよ。助けてくれましたよあいつもね。よし、上がって。あばやばや。あ、危なかったねえ。木がボロボロだったけどね、危なかった。サスケ兄弟じゃないけど。で、こっち行って、あれ、どっちだろう。うわあああああ、すいません、びっくりしました。弟が完全に今踏み潰されたかと思いました。びっくりしたなあこいつ。ちょっとね、ちょっと怖い、ちょっとこいつ怖い。サーセン、わらわら、うほほっほ、わらわら、わらわら、隣人と作る。いや、ちょっと、あ、こういうこと？了解。うわ、めっちゃ優しいじゃん。いいね、こいついいやつだ。で、ここ登るのかな。おーい、巨人さん、こっちで会ってます。あ、この上、この上に行きなさい。私もついていくよ。ちょ、なんでお前来たんだよお前。ちょ、オール巨人。なんであいつ来たんだよ。オール巨人じゃないけど、オール巨人さんの方がでかいんじゃないかな、こいつよりも。え、マジでこれ大丈夫、いける、行くよ。じゃあ、どうしても好きになれない人ってやつですね。兄貴、ちょっと兄貴ダサいぞ。ちょっと待て。で、ジャンプで、あ、こういうことか。すごいね、巨人すごいわ。いや、これがね、ペイデイをね、作った会社と一緒の会社が作ってると思いませんよね。入り方、入り方、入り入りフレッコー。ユーロトラックシミュレーターもやらないよ。はいりほー、はいりほー、はい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 ほーほーということね。え、ユーロトラックシミュレーター2はやらないのということで、81万歳でしたもんさ。ユーロトラックシミュレーター2ね、まだ機会があるときにね、やろうと思います。うん、まあ絶対にね、これからもね、続けてやっていくつもりなんで楽しみにしておいてください。チューリップはね、やりますけど、今週また、おお、危ない危ない。はい、向こう？マジか。チューリップはね、またやりますけど、ちょっとね、間を空けてやろうと思います。ありがとう、巨人さん。またね。え、また来た。嘘だろ、お前。ちょっと、怖いんだよな、巨人。ちょっと巨人怖いよね。今日はよく叫ぶな。そう？いつも通りだと思うけどね。ということで、84番さんいらっしゃいませ。キノコはエトル。で？ジャンプどこ？あ、あそこね。本当にアフリカやらないの？で、アフリカ？だからやるって言ってるじゃないですか。うん、やるつもりよ。うん。で、こっち行こう。まあそのできればね。巨人の背中にキノコ生えてる。うん、そうそうそう、巨人の後ろに生えてるねあれね。
ヘイナイ、はいはい、行きます行きますで登って、オッケーオッケー。まあそのユーロトラック締め立つ、まあ前からね言ってるんですけど、そのまあチューリップに関しても同じなんですけど、やっぱりやりたくない時にやってもしょうがないかなっていうのがあるんですよね、やっぱし。なのでね、やりたくなった時にまたやります。うん、行きましょう。お、まだ、あ、両手に持って、まさか、よっこらせ、うぅぅ、危ない危ない危ない、どこ行った、マジかよ、水の中に飛び込みやがった。こいつ働きすぎだろ、すごいね、巨人は相当すごいね。地帯参ります。巨人マジかね、相当温厚ですね。やりたいことやったないよこんなこと。ということで92番さんいらっしゃいませ。うん、まあその水怖い設定だ、いや本当そうですよね、わらわらいやもうね、弟が何を言わしても何を言ってもね、そのやっぱ溺れとる溺れとる、有無を言わさずね、あの巨人の行動力ですよ。巨人にとっては犬の散歩以下のこと。そうなんですかね。でオッケー、よし行こう。うわすごいねこれ、グラフィックが綺麗だこれ。多分ねプレステ4でこれ作っても、いやどうなんだろう、プレステ3でもこのキャラクターのデザインだからいけるのかな。私の目からしてみると相当綺麗に見えるんですけどね。ワコどんなゲーム、ワコどんなゲームということで、マーボさんいらっしゃいません。一応なんかあのお父さんが病気になってしまったんで、兄弟二人でね、お父さんを助けるためのまあ手段をね、手段っていうのが命の、水っていう秘薬をね、見つけ出すことらしいんですよね。なのでこの兄弟が力をね、合わせて、お父さんのためにですね、命の水をがある場所にね向かってるところなんですよね。冒険なんですよ、だからねこれは、このゲームはね、あっちに行くぞーってね、このでっかいやつも言ってますよ。じゃあ行きましょう、そっちにあるぞー言うてますね。あのねプレステ3のダウンロードコンテンツとしてね販売されております。一応 Steam なんかでも購入することは可能です。 Xbox でも購入可能ですね。海外のねインディーズゲーム系のあということで、ショックさんいらっしゃいませ。こんにちはということでね、ありがとうございます。スイッチの方でもね結構ね評価の方は高くて、軒並み80後半台をつけてるような気がします。海外のねレビューの方ではね、いろんなサイトがね。何これ、ちょっと洞窟の中入ってなんかキラキラ光ってるね。これ何なんでしょうね、銀かなんかがついてんのかな。あら封鎖されてるよ、砂金かな、確かに川も近くにあったしね。で弟はどこ行くんだ、これかな、頼む開いてくれ、おしおしおし、いいぞ兄貴早く通って。で光ってましたね本当にね。でなんかこれダークソウルのステージみたいなステージ来たよこれ。ダークソウルのステージでもこういうステージありましたよね、こう橋がかかってて相当高いところをね渡っていくみたいなシーンありましたけどね。あのルん、あのルあのル何のこと。とりあえずここが次のステージみたいですね。すっごい大きいロンドですね、アノールロンド、なるほど。ここのステージはどうやらあのでっかいやなんか水車みたいなのが回ってる場所なんですけど、あれ何のための水車なんでしょうか。
発電とかそういう感じなのかな。でも今のところ見る限りこうすごい発電っていうか電気を使ってるなと思うような表現は出てこなかったから、何か別なことをしてるんでしょうね。じゃあ行ってみましょう。うわこれやばい予感しかしねえや。マジか。あーやばい、 やばい気がする。大丈夫か。あ意外といけた、普通にいけました。よかったよかった。でオートセーブ、オートセーブで、こっちか。水車電気じゃないよ水車イコール電気じゃない。まあそうですね、水車が動かす、まあなんていうんですかね、その水力発電っていうのはその高いところから低いところに水を落とすことによって、それをね、あー確かにね、そういうことかもしれないね。ありますね、ありえますね。なんかだいぶ工業地帯、なんか遺跡かなこれ、何なんだろう。こっちか。でなんだろうこれ。あった。向こう。こっちも行けるね。これは何なんだ。うん？不思議な機械がいっぱい置いてありますね。何のための機械なんでしょう。でこっちか。でこれはこっちから回って。一周するだけか。何のための場所なんだろう。用水も水車でできるかな。用水、あーでもまあ大きさが大きさだったんだね。どうなんでしょうね。こっちはもう行き止まりだよな。じゃあこっちか。わなんか嫌な予感がするなこれ。なんか嫌な予感しませんこれ皆さん。はい、はい、オッケー、じゃあこっち行こう。うわなんか怖いなこれ、ボス戦みたいなのがあるんだったら。そうそう来そうですね。弟はあった、兄はない。いや分からないんですけど、なんかねこのさっきからね喋ってるように聞こえるのはなんかこのゲームの中だけの言葉らしいんですよ。なのでその別段深い意味はないみたいですよ。これ戻ってきただけか。嫌な予感がします。ピンポン。でこっち行って、でもさっきこっちから来たんだよな、違ったっけな。で怖いよ。いやなんか怖い感じはしますね。あここは初めて来た場所か。でこれどうやって渡るんだろう。あった。これを止めたよね。これの止め方が分かんない。はい、はい。はい、おはようございますということで、立山さんいらっしゃいません。さすがにこれは、いやー石でもぶち込む。なるほどね、その可能性はありますね。じゃあどの石。いや。妙に変ですね、確かに。ダーナイオン。これっぽいね、なんか怪しいの。違うか。じゃあこっちかな。あった。いや。なんかこっちを指さしてるんですよね、さっきから。ダーナイオン。いや。
ダメですよ、おばあちゃんぶち込んじゃダメだ。いや弟は大切な仲間。落ちた柱みたいなやつあったっけ、そんなの。ちょっと探しましょう。じゃあ柱、え、柱、柱あった？あったっけな、柱。ないね。ということで、コメディの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。え、階段の上？これか、これかもしれんね。オッケー。で弟も手伝え、行くぞ。こうやって、ありましたよ柱。あ、でここが通れないんだ。なるほどね。だから大回りしないといけないんだ。いい感じですね。んで、あ、そういうことか。これあれだ、車の運転みたいなもんで、車間っていうか、まあその広さ、が大きい方で向きを変えないといけないんだね。大きいところで。冴えてるね監督。うん、そうですね。今日はここに、ここまでは結構冴えてるかもしれませんね。んで、そうですね。で、でここで多分こうして、あぶね、音がすげえびっくりした。でこれで回して止めたから、ここが渡れるはず。そうっすよ、私基本的にはパズルは好きなんだね。実は頭を使う系のゲームが結構好きだったりするんで、まあアクションももちろん好きなんですけどね、何も考えずにねのめり込むことができるんで、それはそれで楽しいんですけどね。よし、これでなんだろう、これ不思議な機械があるぞ。前に押したら、こういうことかな。違うのかな。いやー、ソリティア枠はやらないかもしれんけど、あれこれなんだろう、和骨ってことでね、クシャさんいらっしゃいません。これどういう原理なんだろう。目が回る、わらわらだ。これどうすればいいんでしょうね。ちょっと休憩させてください、すいません。そこがつながるのかな。なら PSP のクラッシュとか合ってるかもね。で、クラッシュ、クラッシュバンディフ、ああいうのもやってみたいんですけどね。で、じゃあ、あった、目が回る人は分かった、そういうことね。カーソルを置いておくといいよ。まあね、でまあそれは基本 FPS のゲームだから。で、クラッシュは後半とは全く別。あ、そうなんだ。で、で、こうしてだ。これ押せないのか。いや、トイレ行ってきます。で、あ、わかりました、トイレの方行ってらっしゃいませ。あれ、これどうすりゃいいんだろう。
あれ？わかんなくなっちゃったね。3D を入れ替えて遊ぶパズルゲーム。フェズとコンセプトは似てるけどゲーム性がだいぶ違うよ。あ、そうなんだ。あれこれ動かなくなっちゃったね。あ、こういうことか。なるほどなるほど。で、ちょっと考えないといけなかったねこれね。オッケー、橋がかかった。ワコレス監督ということで、ラルチさんいらっしゃいませ。めんどくさい仕掛けだな。まあね、でもこれぐらい重要、そのなんていうんですかね、備えをしておかないといけないような場所ってことですよね。こういう、このもともとここにあったね、何かはね、多分そういうことだと思います。じゃあ行きましょう。で、追いかけて追いかけて。おい、早く来い。ここはどこだ。また新しい場所ですね。あ、出てきそうね。クレイトスさんもこういう場所ですもんね、そういえば。で、ん、あれ今まで紐があったのに紐がなくなっちゃったね。どうすればいいんだろう。違うな。どうすればいいんだこれ。あれ、せめて今日ここまではクリアしたいよね。あれ、これどうするんだ。あれを取るってことかな。どうすりゃいいんだ。上にケーブルみたいなやつがぶら下がってますよね。あれを動かすんじゃないかなと思ったんですよね。 OK、 来た、ナイス。そうですね、相当考えないといけないんでね、これね。それがこのゲームのいいところですよね。で、今の間に兄はこうやって、なるほど、そういうことか。で、止めてる間に兄はこの歯車を使って登っていくんだ。で、下ろす。で、こっち向きにスタート。あれ？で、これは？何なんだろう？今延長1回で10時過ぎまでだっけ？そうっすね、なんすけど、ちょっとね、すごい、仕事で疲れて眠くなってきたんで、もう少し進んだらね、放送は終えるかもしれません。ご了承ください。で、スポット入って、オッケーオッケー、回り出した回り出した。いいね。はい、乗って。うわ、すごい高い。相当高所よこれ。大丈夫かしら。そうね、ちょっと今日はここをクリアしたら終わろうと思います。ちょっとね、本当に眠くなってきたんで、あった、家に帰ってね、寝ようと思います。あった、タマヒュンですよ本当に。で、こっちか。監督っていつも何時くらいに寝てるんですか？そうっすね、基本的には3時か4時ぐらいですかね。最近眠られても困っちゃいますから、しっかり疲れとってください。そうっすね、
わかりました。2時から4時の間ぐらい寝てますかね、いつも普段は。で、でこの隙間をどうするんだ。あ、そういうことか。なるほど。ナポレオンいや。そうかな、わかんないけど、ナポレオンって48時間寝ないとかじゃなかったっけ。ショートスリーパースブルー。やばい。うっそ。ナイホーンだ。頑張って回してるんですけどね。押し行け。押し行った。で、ここで一回降りるか。でどうすりゃいいんだここ。どうやって行けってんだよ。弟は大丈夫なのかな。やばい、降りなくなっちゃった。じゃあこっちか。で登ってきて、これなんだろう。あ、これで行けるようになるんだ。了解。すいませんね、ちょっと本当に眠くなってきました。配信はね、ここで終わって、セーブがオートセーブが起きたらね、今日はそこまでしましょう。なんか下におる。なんか下におる。おなったーない。どこ行ったあいつ。だーない。おん。あ、下になんかおる、確かに。セーブされました。じゃあちょっと今日ここまでにしましょう。うん、すいませんでしたね今日ね。まあ本当は2時間枠で放送したかったんですけど、ちょっと今日ね、まあいろいろプレステ4をね配信するための準備とかしてたんで、ちょっと疲れました。うん、じゃあね今日はここら辺で、皆さんとお別れの方していきたいと思います。すいませんね、ちょっとね私も実況ちゃんとしようと思ってたんですけど、ちょっと疲れが、ドバッと出てきて目が重くなってしまいました。すいません。お疲れ様です。お疲れ様でした。おやすみなさい。おつおつです。おつおつ。お疲れ様。ありがとうございます皆さん、ね、人参来なくてよかったね。はい、ということで160